ちゃって。はピンでピン。ああ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 足りてなくないですか？足りてなくないですか？足りてないじゃない？足りてないんじゃないですかね？そうだね。そうだ君。何？え、じゃあ足りない。何も考えてないからさ。何も考えてないの？一緒にお家で組み体操しましょう！何が？今日は誰でも簡単にできそうな組体操を10組できるまでできるまで終わりまてー早速やりましょうか。はい、ね、はい、やりましょう。じゃあひわーオリジナルゲームでやうっせーオリジナルソングもダウンロードしてね。はい、皆さん私の特技見てください。じゃあ参考にしたサイトは、うん、小学館のみんなの教育技術っていうサイトで載ってたものです。URL を概要欄に貼っておくのでやってみたいっていう方は見てください。ちゃんとこうねぶつからないような広い場所でやってくださいね。大人の人と一緒にやってくださいね。はい、2人でできる技からいきたいなって思います。よっしゃ、一緒にやる。あ、じゃあ、お願いします。はい、はい、簡単なやつからいきます。はい、高床式倉庫。高床式倉庫これはね、簡単そう。まーちゃん、まーちゃん、そのイメージでやってみて。高床式倉庫。画面から消えましたけど、おーちゃんどんな形なのかイメージ、ちょっと想像がつかないね。高床式倉庫。正解見せよう。画像はちょっとね、皆さんにはお見せできないんですけど、著作権とか。これです。これあ、お互いに足前持って後ろ持って手を合わせて、はいはいはい、まず手を合わせて、合わせて、まーちゃんはこっちの足、お互いに内側の足、うん、それでまーちゃんの足を持つ。はい、これです。お、3秒ちょっと今、惜しい後ろ持ってね。まーちゃんの足伸ばせない。なんか足ピーって伸ばせない。1、2、3。いいでしょ、まーちゃん、おーちゃん、今完成した、ね、組み返しそうな画像ここで。今さら思ったんだけど、ポーズできてる時にポーズの名前を叫びましょうか。え、どんどん難しくしないで。それ言えたら OK にしない？あ、言えたらもう一回やろうか。もう一回、うん、めっちゃくない？足、ちょっとなるべくピーンだよ。ピーン、いっせーので、パパ先生のあれでしょ。え、高床式倉庫。え、まるー。いらない。じゃあカットで、カットで。じゃあ次、バベル行ってみて。バベル、バベル、あ、マジマジ、バベルイメージ、バベルのイメージ。3、2、1、バベル。あー、こういうやつ。違いまーす。何？これ当てたらすごいね。すごいね。え？むずくない？まーちゃんが下だね。そうそう、まーちゃん、はい。おーちゃんも厳しいな、これ。足ここに伏せて。じゃ、座ったまま。でしょ、そうでしょ。無理か。無理だよ。あれだったら、パパとおーちゃん、まーちゃんやるよ。バーベル。おお。余裕じゃん。私もう一回リベンジ。あ、リベンジする？リベンジ。そうね。
案外ね、まーちゃんとおーちゃん同じぐらいの体重なんだよね。おーちゃん、ちょっとそれ…おーちゃん、大丈夫。はい、ショーに手体ピン、めっちゃぐにゃぐにゃしてんだけど、こんにゃくか。もう次いきます。これはさ、できると思う。飛翔。飛翔、飛翔、まあ、飛ぶってこと、飛ぶってこと。手つないでジャンプする。せーの、飛翔。合ってますか。ブブー。だよね、これです。これ、あー、これできそうじゃない。おーちゃん、おーちゃん、今度違う違う違う、乗らないで。あ、それ来た。違う違う、乗らない、乗らない。太ももの部分をまたぐだけ。またいで、手つないで、手をつないで。おーちゃん、ちょっと上半身起こして、手をピンとして、手ピンとして。おーちゃん、もっと前に倒れる感じで。お、これ、はい、はい、カメラ見て。いっしょー。オッケー。まるー。ポカポカなってたよね。汗かいてるもん。次はレベルアップしますよ。これできるかな、二人。次はツインピークス。ツインピークスイメージ。ツインピークス。おお、ツインピークス？惜しいじゃない？あ、惜しい。めっちゃ惜しい。あ、ケース置くの。おーちゃん、すげー向いてる。おーちゃん向いてる。惜しかった、すごい、かなり惜しい。これです、ツインピークス。おー、できる。え、できるかな。2人で手つないでるよ。ちょっと真ん中で、真ん中で、真ん中でやってください。足合わせて。あ、そうだね、足合わせて。上げて、手をつないで、手をつないで、引っ張り合って、せーの、キープ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 。はい、ツインピークス。惜しい惜しい惜しい。せーので、頑張れ、いくよ。手を引っ張り合うのも大事だよ。手を引っ張り合って、キープキープキープ。ツインピークスね。せーの、ツインピークス。まるー。まるー。まるー。あと6つ、これぜひやってほしいんだけど。何？マリカ。マリオもマリカ。違います。マリカ、マリカ、マリカ。マリカはこれです。は？え？マーちゃん逆立ちできる？おーちゃん立って、マーちゃん逆立ち。あんまり私筋肉ないんだよ。せーの。パパちゃんと。危ないです。私は行きます。そう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 。グニャーしてた。いや、惜しいね、惜しい。足元上上げて。怖くない。怖くない。パパ受け止めるから。お、お、そう。じゃあ、お茶行って、お茶行って、お茶行って。口口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 できた。お、ちょうど先より、先よりできてる。お茶もっと後ろ。お茶もっと後ろ。もっと後ろ。まーちゃん、まーちゃん、まーちゃんさ、まーちゃん腰。腰近いで。腰まっすぐ。腰、腰。パパがそのまま受け止める。そうすればいいんだ。じゃあこれはパパと、怖い怖い。そのまま行けばいいんだね。はい。ちょっと、ここ肩に、足を肩に乗せる。そう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 。ちょっと待って。マリカ。ちょっとこれ見て。まーちゃんね、かかとで肩に足乗っけるんだけど、
そうじゃなくて足の上で肩パパもさ、こうやってじゃなくてこうだよ。上でも横でもいいでしょ。いや、まあいい、いい、よかったよ。いいでしょ。 OK よ。クリア、クリア。よし、じゃあ3人技いきますか。6つ目はスーパーカブト。終わった。ババがカブトでしょ、うん、カブトみたいにこうなって、うん、じゃあここに立って、ババの腕をこうやってこっち、はい、腕を伸ばしてスーパーカブト。違うかい。パパが一番最初、うん、やったポーズは結構惜しい。パパがさ、そんなこうやって惜しい。で、私たちがこう乗って、で、私角じゃん、こうやって。あーな、ね、画面外に消えちゃったけどね。みーちゃんは羽。じゃあパパのお尻のとこにあの、うつ伏せになって。うつ伏せってなんて。じゃあ横でうつ伏せって。こうなるんだね。そうそうそう。うん、違う。こういうふうに。ここ。そこで入ってくるの。誰の横。横。そして足を手ピン。足と腕ピン。これです。あー、じゃあパパ下からの方がいいかな。足もっとあの外側にやんないとダメだよ。体がね、まっすぐ体正面に。スーパーカブト。ちょっとね、まーちゃんがねこうなってんだね。いいですか。はい、ちょっとおーちゃん待って、ちょっとおーちゃん待って、ちょっとおーちゃん待って、ちょっと待って。いきますよパパね、もうちょっと下にこうやった方がやりやすいんだね。スーパーカブト。オッケー、イエーイ。当たり前。なんかこうスーパーカブトでもこんなに体ふにゃふにゃならできるかな、次のやつ。まーちゃん、おーちゃんの体はなんか力入らないね。じゃあちょっとおーちゃんの力入れ方ね。おーちゃん、体、自分の体は棒と思って棒みたいに、はい、カッピーンって、そうそうそう、ピーン。お、あ、入ってる、いいね、力入ってるよ、力入ってる。そう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 。私もやる。言わないように。せーの、お、おー、そう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 。7個目はマンモス。マンモス？マンモス？パパさ、さっきのカブトみたいに乗り物になってこる。あ、これで、うん、そして私たちがこうやって乗って角みたいな感じに。手伸ばすの？手伸ばして。マンモス。違そう。違そう。違います。違います。牙が2本っていうのは発想はいい。マンモスはこちらです。おー。牙みたいに外側に2人とも向くんだよ。はい。ピンで、ピン。どうやって行くんだろうね、これね。パパがそう四つん這いになった状態で肩に乗せて、肩に足乗せて、ピンで、ピンとね。ピンした？はい。せーの。マンモス。3人サボテン、おーちゃんはハトみたいよ。たぶん、1つ入って、こっちにも2つ入ってて、こっちにも入ってる。私は、あ、いた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 、あ、いた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 。ふらはぎ踏むなよ、痛いです。そう、どうしたらいいの。こうやるみたいな。あ、これで3人サボテン。ブー。だよね。はい、じゃあ3人サボテンの正解はこちらでございます。あー、なんか見たことある。怖いんだけど。足開きすぎるとダメだよ。これちょっとこう、膝ちょっと内側に寄せていかないと多分。え、まーちゃんの、うん、まーちゃんの膝に。みんな手を、はい、開いて3人サボテン。オッケー。じゃあこれいくかな。つくもおり。つくもおり、誰考えて。つくもおり、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 おり。三人技だぞ。三人技だぞ。私こうやる。じゃあパパこうやる。ばあちゃんは
つくもり。これです。パパ一番下がいいよね。まーちゃん一番上の方がいいかもしれない。いやー、おーちゃん支えられる。まーちゃんのことやっぱおーちゃんが一番上じゃないから。いきますよ、うん、こうで。やっぱそうだね。おーちゃんパパの上に乗って、まーちゃんの肩に手を置いて、まーちゃんの肩に手を置いて、うん、片足上げて、はい、つくもり。オッケー。あと最後の1個。そう、最後できそうで難しいやつとして選んでみたんだけど、バベルピラミッド。さっきバベルやったよね。バベルこれだよ。これ無理でしょ。おーちゃんだってできなかったんだもん。あ、そっか。バベルはパパとマーちゃんだったの。あ、そっか。え、チャレンジすんの。やる。チャレンジしてみる。してみる。マーちゃんも読めないと思うけど。ごめん、ちょっと危険だから言うわ。こうじゃない。バベルなんだけどピラミッドだからね。ピラミッドどうなってる。ピラミッドの形考えてよ。わかった。ただこういうやつでしょ。だからさ、さっきさ、こういうバージョンのこれがバージョン。入るなら。おお。なんで。おお。なんで。やりますか。もう一回。しよ。オッケー。うん、よし。そうそう。そう。お。バベルピラミッド。オッケー。イエーイ。イエーイ。イエーイ。10種目達成。これいい運動になるね。すごい。めっちゃいい運動になる、ね、ぜひ本当に親子でやってみてください。これ第2弾目やりたい。健康になった気がする。これ運動不足を解消できるわ。確かに。ほんと。じゃあもう最後はひまわりチャンネルの考えたオリジナル組体操。じゃあスインキングタイムスタート。パパやっぱりね、下でね、ひまわりのそのね、幹みたいにさ、こうで、まーちゃんおーちゃんの肌みたいにした方がいいよね。うん、うんうんうん、そう、さ、花咲くみたいですんでね。はい、ひまわりイエーイ。まあ、綺麗なポーズだったかと言われたらそんなことないけど、イメージで作った。皆さんやってみてくださいね。皆さん、ぜひひまわりをチャリにしてみましょう。これがっちりしたお父さんじゃないとなかなか厳しいね。まあ体力自信ある方。バカユカ式操作バブル一緒スーパーラビットマンモス三人サボテンスクモリバベルピラミッドひまわり。今日はね、簡単の組体操10種類。簡単かな。簡単と思いますよ。10種類をやってみました。やってみました。はい、森さん、まーちゃん、おーちゃんはどうでしたか。はい、難しかったし、最後のオリジナルがみんなにやってみてほしいなって思った。なるほど。私は久しぶりに体を動かす動画を撮ったから体がね、温まりました。おー。で、パパでもね、
最近ね、あのダイエットでね、筋トレとかやってたから運動ね、うん、なんか前より体が動けるようになった。びっくりした。皆さん、運動しましょう。グッドボタン押してねー。チャンネル登録もよろしくお願いします。一斉のでひまわりサイトじゃんけんぽい。皆さん、パワーを出してください。一人だけ勝ってたね。勝った人は明日組体操が上手にできるかも。おパパさ、潜在意識でママに勝ちたいんでしょ。そうだよ、ほんとママが勝ちたいの。もバイバーイ。バイバーイ。あ、作りたい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。